早稲田の過去問に挑戦ということで、平均点で言うと小倉優子さんがといった第1問目はじゃあこの下線部だけで解く必要はありません。早慶レベルだったら私がよく教えるやつです。で始まりましたマチチャンネル。さあ今回はですね 100% アピールちゃんですね。はい、小倉優子さんの企画今週ありましたね。まあ先週は小倉優子さんゴールデンウィークで家族サービスということでね旅行行ってたらしいんですけど、まあちょっとね受験生たちおいってなるかもしれないんですけど、まあやっぱ家族いますからね、家族サービスは大事なことですよ。で今回はですね早稲田の過去問に挑戦ということで、早稲田の過去問やってました。早稲田大学教育学部の2015年の問題の第1問の問1しか映ってなかったんですけど、全体のね中で5分ぐらいしかなかったよね、オンエアされてたの。ひょっこりはんとのトークとかも含めて、だから正解ですっていうとこぐらいしか映ってなかったんですよ。でもう早稲田の問題が解けたみたいな感じになったんですけど、果たしてそうなのか、早稲田の問題本当解けるようになったのか。でたったの1問ですからそれだけじゃ分かんないので、本当に解けるようになったのか。でまあじゃあその解いた1問本当ちょっとしか映ってないので解説してくれってことですね僕に。分かりました、きちんと答えます、その要望に勝手に言ってるだけですが。で、まあ今回もですね、早稲田合格塾の平先生にですね、2015年ってどうだったのかっていうのを聞きました。2015年の早稲田大学教育学部の問題はですね、平均点で言うと、英語は 22.245 と、まあ今年の教育と同じぐらいの平均点だよっていうことでしたね。なるほど。まあちょっと英語ね、今年は難しくなったんですけど、ただまあ昔の早稲田の教育なんでね、そこまで難しくはないなと思った234とか、まあちょっとまあ会話問題っていうのはちょっと特殊だったりはしたんですけど、まあ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 、キラさんって全部生徒たちの出来とかをメモっているので、その辺のデータも私見ているので、で、小倉優子さんが解いた第1問目は、まあ基礎問ですね。はい。解けなきゃダメ。次の第2問とか絶対解けないと思います。解けてたらすげえ。いや、まあ無理ですね、まず。じゃあ、実際ね、見てみましょうか。その、じゃあ1問目と、2問目と3問目同じ分なんで、まあ、それぐらい、ちょっと解説していこうかなと思います。では1問目はですね、下線部の内容と一致するものを選びなさいというものですね。下線部があって、で、選択肢の中からこれと合ってるものはどれ？ Long isolated island nations such as New Zealand, Japan, Indonesia, and Madagascar! ここ！ Madagascar support tremendous biodiversity with extraordinary degrees of endemism.ということで、このエンデミズムっていうのが多分わかんないと思うんですよね。まあ自分じゃエンデミックっていう言葉知ってるので、一応医学部とか受ける人は知ってほしいし、トフルとか受ける人だったら知っとくべきなんですけど、まあ受験生が知ってるとは思えません。ただ後ろに、Endemic species are the truly unique ones っていう風に書いてあるので、ここでわかるんですね。Endemic species っていうのは、unique species であるっていうことがわかるので、ユニークみたいな意味なんだろうなっていうのは推測できるようになってます。だから中とかもついてないんですよ。でこの下線部だけで解く必要はありません。はい、選択肢見てみましょうか。 A が On long isolated islands there are a great many species and very high degrees of endemism. B が Degrees of endemism in long isolated island nations are so high that there are too many species to be supported there. CIn long isolated island nations, degrees of endemism are too high to support biodiversity. Many species cannot live with high degrees of endemism in long isolated island nations. E が degrees of endemism in long isolated island nations are so extraordinary that it is hard for many species to live in them. はい、どうでしょう。簡単ですね。エンデミズムが分かんなくても解けちゃうじゃんっていうような簡単さですけど、でまあ一応下線部の次読むと、Endemic species are the truly unique ones found only on those isolated islands and nowhere else. だからここだけでしか見つからないスピーシーズである、ユニークなって書いてあるから、それがエンデミズムのことなんだろうなって分かればいいんです。まあつまりこういうの、まあその土地固有の生き物たちのことを言うんですね。だから Endemic disease とか風土病とかっていうのはまあ医学部では知っといた方がいいので一応ね。で、and include species in every group of organisms you can probably imagine っていうか全部あなたが想像できる全ての種を含んでると。from non-flowering and flowering plants 花をね咲くプラントと咲かないやつ。から2、これが from A to B の2ですね。fish, fungi, oh, fungi はちょっと難しいかな。birds, insects, and mammals で2の方が fish とかファンガイっていうのはファンガスの複数形ですね。菌類、キノコとかの。愛で複数になるやつ。スティミュラス、スティミュライとかね。刺激とかっていうのもそうですね。
I で複数形になるやつ。フンギじゃないかな。だからスティミライのやつもね、スティミリーって呼んでる人いますけど、違います。なんで、いろんな種がいるっていう話をしてるわけですね。だからバイオダイバーシティっていうのは、小倉優子さんもバイオ、生物、ダイバーシティ、多様性だって分かってたんで、そうです。いろんなのがいるって言ってることです。だからその土地固有のものがいっぱいいるんですよ。で、それをサポートしてるんで、だから A が正解ですね。B は too many species to be supported って too too 構文っていうのは、こうすぎて何々できないだからサポートできないになっちゃうんですね。だから逆です。だから C も too hard to support。サポートできない。次は many species cannot live っていう風に書いてあるから、これも逆だし、最後も it is hard for many species to live in them っていうことで、全部逆なんで、これは一個だけ多いっていう方向になってるので、A は簡単にまあ選べるって感じですね。はい、どうだったでしょう。このままでは基礎問題です、本当に。できなきゃダメですけど、まあ単語が難しい。で、2問目、3問目。Alas!とかってやつね。これまあまあまあ、総計だと出てくることありますね、これ。There's some isolation over the eons. この長い間。Of the evolutionary timescale has なんとか。Island species, whether endemic or not, such as the oriental stork, crested ibis, red-crowned crane, and short-tailed albatross, and the extraordinary see-through snail. っていうふうに、これもどうでもいいんですよ。このなんだかよくわからない単語がいっぱいあるな。で、この3が発音の問題なんで今読まないです。To environmental perturbations, a perturb から来てるやつですね。微妙な変化っていう訳になってますが。3の下線部と最も強く発音される部分と同じ音を持つものを選びなさい。さあ、発音問題です。選びますか ?juice, let, meet, cut, make.どれでしょう。で、まずこの単語のアクセント、まあ able ってついてるやつには普通アクセントは来ないので、まあ前のところの u の部分か e の部分かになるんですけど、そうです。これ u の部分ですね。最初の u にアクセントが来ます。で、これ vulnerable って言うんですけど、これ和に聞こえづらいんですよね。vulnerable って bull って言ってる、まあまあ v が発音できないじゃないですか普通。だから bull って言って vulnerable って言ってる人が結構多いんですけど、vul の音なので答えはあなんでか。正解ですね。vulnerable。これはだから、ジュースとかにしちゃう人が多いんじゃないかなと思う。vulnerable to、そういうのに敏感で、to と相性がいいですね。他にもね、susceptible to とかね、liable to とか、prone to とかね。はい。早期レベルだったら私がよく教えるやつですけど、to と相性がいいよ。もう今年はそっか、予備校で板書して教えるとかがないから、今年は書いてないんですね。毎年書くやつです、これ。で、この問題はね、この whether or not なんとかた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 かつって長いじゃないですか、これだから。めちゃくちゃ胴長の文なんですよ。だこういう文ってね、やっぱね、読みにくい。だこのダッシュの部分を同化してやるんですね。そうすると、has なんとか island species uniquely vulnerable っていう形になるんですよ。だいぶ離れましたね。そう、具体例なんかとてもいいんで、パラっちゃいます。こんな読めない、なんか謎の動物たちの名前なんかいいんで。そうすると、that same isolation has この isolate されたものが species を vulnerable。で、この形を取れるのが、この選択肢の中でどれかっていうことなんですよ。この空所補助の問題はね。The given, changed, rendered, created, protected. これ文法の問題なんですよ。てか語法ね。なかなか難しいわけで。vulnerable は able で終わってるから、able で終わるのは何詞ですか?形容詞ですね。そう。able で終わるの形容詞なんで、空欄があって、species, vulnerable。名詞、形容詞の形になってますね。そうです。つまり、v、O, C です。SVOC だったわけです。で、この選択肢の中に SVOC 取れる。そして C の位置に形容詞取れるやつ。っていうのはもう render しかないので。だから render OC の問題だったっていうわけです。で、make OC みたいな感じです。OC にするっていうことです。で、当然やっぱ早稲田とか形容じゃないと render って問われないと思うんで、マーチで出んですか?出んですか ?render。って言うんですけど、まあまあ、総計だったら出ます、普通に。レンダーは出てくる非常に難しい単語です。ライティングで使うのはかなり難しいんだよね。IELTSの時使って、こんな風には使わねえって先生直されたことがあるんですけど、ただ環境の微妙な変化の影響を受けやすくなっちゃうよ、つってね。そういう話でした。はい、なかなか難しかったんじゃないですか。やっぱ幅広く出てくるんですよ、こうやって。だ結構コメント欄とかでも多く来てますね。なんだ、早稲田目指してんだったら文法いらないじゃんとかね。文法語法問題なんかやんなくていいんだよ。長文さえやればっていうんですけど、そんなことないっていうのはまあ分かっ
ってもらえると思うんですよ、この問題見れば。そんなことないです。幅広くいろんなことが問われるんですよ。だ、文法語法の知識がいらないとかっていうことはありません。まあそもそも合格してる人たちだったらわかるし、そういうところで問題を落としてしまった人たちだったらわかると思うんですが、必要です。長文だけやっときゃいいんだよみたいなのが来るたんびに、ああ多分早稲田の問題とか解いたことないんだろうなって思うんですけど、まあ求められる知識のレベルがやっぱり違う、他のところより圧倒的に高いので、まあそれは最高峰のレベルなんで、だから教育だからとかってね思う人もいるかもしれないですけど、早稲田教育だってなめられるもんではありません。まあ、今年難しくなったしね、やっぱりきちんと勉強する必要があるし、マーチまでのレベルとは全然違うレベルですから、早稲田目指してる人は本当に一生懸命勉強してください。大浦優子さんも、はい、ぜひ頑張って勉強してください。本当にレベルの高いところですからね。という感じで、はい、今回は解説をしてみました。どうだったでしょうか。お役に立ったよというんであれば、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録をお忘れなく。ご視聴ありがとうございました。テキフォーチン。